はい、皆さんこんにちは、ピカです。北斗が如くやっていくよ。はい、ジャングルに会ってこよう。ばあさんの壺を割ってしまったんだ。ドツボにはまっちまったぜ。サービスがなってねえんじゃねえか。あれあれ、ここだよここ。サービスって何をすれば。おいおいおい、そいつの意味がわかんねえほどガキじゃねえだろ。グフ。ちょっとや、見ないでください。臭い。くせえだと？おめば言っちゃいけねえこと言っちまったようだよお前。すいません、つい出ちゃいました。本音許してください。いや許すとか許さねえとかそういう話じゃねえの。対価に見合っただけサービスをすべきだろって話よ。わかんだろ。ねえ、お客様、おたわむれはほどほどにしていただきませんと。はあ、していただきたいとかどういうこっちゃ。はあ、少し痛い目を見ていただくことになりますわ、ぶっすりと。はあ、このアム、俺のデコにま、お前ど、お前米印になるじゃねえかバカ野郎。バッテンがポリシーなんだよ俺のデコは。待て、バッテンでなく肛門みたいにしてやれ。肛門マークだ。え、なに。助かったわ。なんだ、肛門マーク？バカ野郎おめえ。交番のマークみたいになるじゃねえかお前。通りすがりの客だ。ふざけやがってこの野郎。離れていろ。はい。野郎どもやっちまえ。逃がさねえぜ。俺の分も残しとけよ。ここは武器禁止です。こいつは楽勝だね。わかりますか、ここは武器禁止なんですよ。意味が悪いよ。残骸剣残業だ。貴様は死ぬ。立ちなさい。避けましたね。わかりました。修正です。こう優先。修正すぎました。すみません。ジャンプ機。あらあら、お疲れ様。こんなに肉片飛び散らかしちゃって。すまない、ほうきとちりとりで吐いといてくれ。あ、ほら、あなたからもお礼言うのよ。ええ。あ、はい。助けていただき
ありがとうございました。あなた確かこの前に囚人闘技で戦っていた方ですよね。お名前は？ケンシロウだ。またの名をピカロウ。そう、ケンシロウさん、本当にありがとうございました。気にするな、大したことはしていない。いえ、あなたがいてくださらなかったらどうなっていたことか、グリグリもみもみされていたかもしれません。あ、自己紹介遅れました。私ひなと申します。あなたのような方がお店で働いてくだされば私も安心なんですけれど。どういう意味だ？それはうちのお店はね、もともともっと賑わっていたのよ。奇跡の街と呼ばれるエデンにとってこのナイトクラブはまさに奇跡の象徴と呼ばれる場所だったけれど、1年前に事件があってね、それから客足がだいぶ減っちゃったの。本当に恐怖に耐える、恐怖を勝るエロさを持っている男しか来なくなったのよ。さらにはこの前の凶王軍の襲撃のせいで、さっきみたいな連中がやってきては暴れる始末。治安も悪化してきたし、ナイトクラブができて以来最大のピンチってわけ。なるほど。こんな時代だからこそあなた様の心のオアシスになれるナイトクラブの存在が大切だと思うんです。そんな奇跡の象徴とも呼べるナイトクラブを取り戻すには、あなたのような力と優しさを持った人の協力が必要なんです。私からもお願いするわ。この店で黒服として働いてくれない？黒服？ああ、黒服っていうのはね、このナイトクラブの裏方よ。営業中お客さんの好みに合わせてキャストをあてがうのが主な仕事ね。お客さんの好みとキャストの個性を見極めて、どれだけ満足度の高いマッチングをできるかが腕の見せどころよ。変なとこ見せちゃダメよ。さっきの連中みたいに暴れるお客様にお帰り願うのも仕事の一つになるかしらね。もちろんお帰りにならなくてもあの世に送るのも OK よ。特に壺を壊しちゃった誰かさんにとってはね、悪い話ではないんではないかしら。なぜそれを？今はこうだけど、ここはエデンに住む人々の社交場なの。支配人である私にすぐに情報が入ってくるのよ、このエデンの町中の。1億イディアルの借金、普通じゃ返せないでしょうね。ここで黒服をやる以外には。あ、そんなに稼げるんですか、ライラさん。私からもお願いします、ケンシロウさん。どこまで役に立てるかわからないが。やったよかったわね。それじゃあヒナ、ケンシロウさんのことは任せたわよ。え、はい、しごいてやります。時間があるときに私に話しかけてください。お仕事の内容を説明します。これからよろしくお願いします、ケンシロウさん。ああ、よろしく頼む。アジトに戻るか。いや、
黒服ケンシロウ、あれ、お前かヒナ。あ、ケンシロウさん来てくれたんですね。振り返って、早速ナイトクラブの営業について説明したいんですけど。うん、聞いておこう。待ってました。それでは説明をさせていただきます。黒服ケンシロウはミッションごとに設定された目標をこなしつつ高い売り上げを目指していくゲーム。エデン内外から来るお客さんは各々に、好みがあります。おのおのなのか。相性の良いキャストに接客させて高い売り上げを目指しましょう。中にはお店の中でトラブルを起こすお客さんがいます。トラブルの対処も黒服の腕の見せ所です。お店の営業やキャストの編成、育成などはヒナに話しかけて表示させされるメニューから行います。ミッションをクリアしていくとイベントが発生し、新たなキャストとの出会いやキャストが強化されたりしますので、積極的にいろんなミッションに挑みましょうといったところでしょうか。もう一度お話ししますか。いや、結構です。そうですか、では早速営業へ。夜のエデンの象徴であり最大娯楽施設でもあるナイトクラブ。このナイトクラブを舞台にケンシロウが黒服に挑戦する。黒服としての仕事は以下の3つ。女性キャストの管理、営業の取り回し、お店で暴れる圧巻の処刑。って書いてあるね。見た目や性格のタイプで お客様の好みに影響。タイプは可愛い子がいいとか、キレてる、ビューティフルか。接客力、接客のうまさね、高いほど多く売り上げを上げられるようになっていくのか、キャストはね。体力の多さで、何回戦もできると。なんどういうこっちゃそれ。なんだ、ちょっと待って、一番左下、ひなスマイル。スマイルが得意なんですね、わかった。あんまり嬉しくないけどね。もっとね、えげつない得意技を教えてくださいよ。求めてるキャストに、お似合いのキャストにマッチングさせていくのがいいっていうことだよね。得られる報酬はお店の売り上げの一定は、割合でか、これと同額か1億イディアルの借金の返済として自動的に割り当てられます。お客様ごとに好みの女性のタイプが異なります。好みの女性に接客されることで短時間で多くの売り上げを上げることができます。まあ調子乗ってガッバガバ飲むっていうことですね。本当にね、弱った生き物です、男は。でトラブル対策、お客様には村人と悪漢がおり、悪漢が店内で暴れた場合には女性に危害が及んだりしないように速やかにぶっ殺してください。そういったトラブル時の対処方法、選択を事前にセットできます。凡庸対応策右ね、説得するっていうこと、でまあもう一つは北斗神拳で対処するということですね。イコールまあ死んでもらうと3秒後にねいうことです。はい、なんだ、奥義はコストを赤字ね、コストを消費する代わりに暴れる悪漢を確実に退治することができる。はいはいはい、まあ説得は失敗するっていうこともある。
悪漢が多く来店されるミッションでは多めに奥義をセットしておくことがおすすめと。はい、わかった。なんだミッション、出勤キャスト選択、出勤キャスト、キャスト4人しかいねえのか。まだレベッカさん、字ちっちゃくて見えねえな、あの数字。接客力どれだけだ。900か、900だね。満タンいくつなんだろう。ひなは接客力はい、600じゃねえか。お前勉強しなさい、もっと。タイプキュート、はいはいはい。アンジェラタイプセクシー、メラニーはビューティー、タイプパワー、 あー力強いですね。キャスト出勤、はい、もうこう出勤してるだろ。じゃあトラブル対策決めとくか。選択中謝罪する、金品でなだめる、笑顔で話しかける、北斗神拳選択中になってるね。静かにしてもらう、飛行、岩山両山派で対処する。わかった。そしたら店から追い出す、金品でなだめねえよバカ野郎、静かにしてもらえる。まあね、ここは紳士的に一度はすいませんってまあ言いますよ。でも追い出さない、追い出さない、始末するよちゃんと。ここで解決するから、まあ笑顔で話しかけて、謝って、まあ笑顔で話しかけて、まあそれでもわからなかったらちょっと静かにしてください。それでも暴れたらこう、こっちですね、あの世行きです、そういう感じですね。はい、トラブル対策になってるね、OK。そしたらミッション選択、営業の基本、キャストさん、もう営業開始。快楽か死か選んでください。スキルゲージ、なんだこれ、クリア条件4、まあいい、ちょっとやってみよう。あれなんだ、満足帰宅された場合、評判を聞きつけたお金持ち、ボーナクス客が追加来店します。在籍時間か。在籍時間がなくなると帰宅してしまいます。帰宅前に持ち金をゼロにすることができれば、お客様が満足に帰宅されることとなります。はい。スキルか、はい。わからんな、これ読んでるだけじゃわからん。いや、やろう。どうぞ。これ、誰ですか？ちょ。まだかよ！ちょ待って。お前誰？パワフルで言ってこい。よろしく。どうぞ。すいません。おい。セナ行け。セナじゃない、ヒナ。よろしい。お前行ってこい。
恩義使ってぶっ殺せ。すごく楽しかったよ。そうか。いつまで待たせんだ。行って行って、お前行って、しっかり働いて。ダメこれ、これもうやらん、つまんねって言ってる。おい、サービスだ。セクシースマイル、やれ、最高だろ。何したんだお前、サービスすぎたんじゃね。やれ。いやまだかって、お前まだいるのか。美人じゃないか。いらっしゃいませ。お前こう、あのダブル掛けでもうくっちゃくちゃにしてやれ。盛り上がってきちゃったよ。ないのかね。あ、もういいんじゃねえのか。いや、こうわかんねえよ。よろしくお願いします。今日は最高。あ、お前もう帰らせたら、お前こいつ今日は最高だ。最強だぜ。だろう。他にまだいないのか。まだかよ。主人、ありがとうございました。チェンジできない。行ってきてくれヒナ。お前頑張って。今日は最高だ。ありがとうございました。これ居座りなの。いらっしゃいませ。ごゆっくり。ごゆっくり。難しい、これ字読めねえし、ちっちゃくて好みとか選べねえし。わかりました、もうやりません。なんかまずいことしましたか。わかりました、さようなら。もう会うことはないでしょう。次の目的地は何ですか。やめてください。ちょ、よいて、ばあちゃんよいて。だわ、よけ。おい、立て。たわいもない。すまない、掃除しといてくれ。すまん、こっちだ。で寝ればいいんだったね。何すんだろう。あ、これか。うん、これ今の目的ってどうやって見るの。ああ、これか。左下アジトへ戻って朝まで休もう。はいはい、分かった。お、なんか追いかけてきてるな。はい、なんか様子か。誰を止めてるんですか、貴様ら。ああ、いったバカ野郎、ここは一方通行だろ。お前一方通行だよバカ野郎。俺の中ではな。いやー、あれね、前回か、例の戦いの時、もうあまりにも真剣で、ゴフ使うのを忘れてたね。防御力とか上げるやつね。うん、
あ、それからこいつにもらったの。あ、こいつにほらいろいろね特別パックとかもらったの。うん、うん、まあこれであの体株とか高株とか性株とかもらえる。うん、まあ今あの所持品パンパンだから、まあでもいち早くねレベルとか上げたいからね。うん、まあまあということで個人的にもらってバンバン上げときます。時間帯の変更、昼まで休む、夜まで休む。はいはいはい。朝まで休む。キサナのもとへ。カテドラルへ行くか。あら、ケンシロウさん。どうしたんだ。あのうちの住み心地はいかがかしら。ええ、快適だ。それはよかった。この家はキサナ様にとっても思い出の場所だからね。キサナ。ええ、そうよ。あ、それよりもこれからお出かけ。ああ、カテドラルに行く。そう、ついでにバザールの方にエスコートしていただけないかしら。デートよ。ぐぐふ、なぜだ。そこに怖そうな人たちがたむろっているでしょ。ん？ああ、いるな。この前イディアルを奪われてからああいう風体の人を見るとどうにも足がすくんじゃって。ああいう人たちでも実は衛兵隊さんみたいに根が優しいのかもしれないけど、どうしてもね。ええ、わかった。一緒に行こう。ありがとう。どういたしまして。ふう、何もされなかったわね。あの人たち意外と悪い人じゃないのかしら。用心するに越したことはない。ふう、そうね。何にせよケンシロウさん、ありがとう。日が暮れないうちに買い物に行ってくるわ。ああ、気をつけてな。あの、いらっしゃいませ。あ、いらっしゃいませ。ん、なに。お前、リン。ケン。なんしてるの。こんなところで何を。うん、お店番をしてるの。私今このお店で働いてて。おや、リン、その人は知り合いかい。あ、紹介するね。このお店のオーナーのプーリエさん。ええ、プーリエだ。よろしくね。うちは、何では探し物なんて言われていてね。客から依頼があった品を探し出して届けるのが仕事なんだ。で、あんた名前は？ケンシロウだ。へえ、あなたがケンシロウさんかい。リンが好きだって言ってたのはこの人か。プーリーさん、てめえ
言ってしまったわね。照れることないじゃないか。確かにいい男じゃないか。私も若かったら、惚れてたわよ。もう、もう、プーリーさんたら。で、リンはどうしてこの店に？危険だから村にいるよう言ったはずだが。それはそうなんだけど、実はリンの村はかつてのような賑やかさを取り戻すために住民一丸となって再興に当たってるんだって。だが再興を進める中であれこれと必要な物資が出てきたらしくてね、それらがないと作業がうまく進まらないらしいんだ。うちの村はエデンからも離れてるし、なかなか物が集まらないの。だからなんとか物資を手に入れようと、ある日村の人たちとリンがうちの店に買い出しに来たんだ。だが必要な物資は貴重なものが多くて、うちでは扱ってなくてね、仕方なく断ったんだよ。そしたらリンが集められるまでここに一緒に働かせてくれなんて言い出してさ、結果物資が見つからなかったら優先的に譲ることを条件にこの店を手伝ってもらっているっていうわけさ。私ももう年だし、一人で店をやっていくのはきつかったからね、リンが手伝ってくれて本当に助かってるよ。そうだったのか。うん、私村のみんなに幸せになってほしいから、だからここで頑張ろうって思ったの。ごめんね心配かけて。でもあと少しで集まりそうだから、もう少しだけここで働いてもいい？ええ、リンがそう決めたんなら好きにすればいい。ありがとう。何か手伝えることはあるか？うん、お店で探している物資をケンが手に入れたら、それを譲ってくれたら嬉しいな。もちろんただとは言わないわよ。他の店なんかよりも高額で買い取らせてもらう。悪い話じゃないはずだよ。リンを助けると思ってぜひ協力しとくれ。頼んだよケンシロウさん。わかった。よろしくねケン。これは私の気持ちだよ。おお、ありがとうリン。いや、鉱石パンパンなんだが。店で買い取ってもらえる物資を手に入れたらここに売りに来るとしよう。で、何が欲しいんだ、リン？ケン！うん、うん。注文見る？今来てる注文は…うん。こんな感じ。どんな感じだ？エデン組やるよ、これ。俺、持ってるよ。歪んだ歯車。どうやんの、これ。え？わけわからん。これでいいのかな？何？いや、あげるよ。ケン。うん。説明しろ、リン。渡し方教えて。ケン。うん、分かった。今こんな感じ。うん、どんな感じ？うん、これだから個数3つ欲しいんだろ。所持数5つあるから
うん、所持数5から3つ引いて3になったね。うん、これもやるよ。うん、7になったね。これでいいだろ。まさか全部揃わんとあかんちゅことか。これで私、あ、納品ね。あ、いやいや、オッケー。これでいいの？うん、いいよ、やるよ。うん、うん、頑張ってこい。いらっしゃいませ。いや、帰るんだ。ありがとうございました。うん、わかりました。どういたしまして。ありがとう、ケン。いらっしゃいませとありがとうございました一緒に言うもんじゃないよ、リン。うん、臨機応変に。何それ。はい。うん、分かった。頑張るんだ、リン。俺は何をするか忘れた。ユリアのことを聞きにカテドラルへ行こう。分かった。ああ、思わぬ知人に会ってしまった。大丈夫ですか？ん？話せない。言ってください。物騒物が増えてきたね。上か。なんか面白そうなやついるぞ。ああ、なんだ、人に喋ってんのか。独り言言ってんのか思った。これ今どんな感じ？ 1 個か。で、こう回避性能ね。回避性能というか回避の時間どれだっけな。回避が本当に難しい。あれ、どっかここら辺だったと思うが。わからん。まあいい。あ、オッケーオッケー、わからん。ああ、誰だっけ、従者。ああ、貴様がカテドラルの中でお待ちしております。はい。お待ちしておりました、ケンシロウさん。どうぞこちらへ。ええ。行きましょう。どこへですか？今日はいい天気ですね、キサナ。ん？いい夢見ましたか、キサナ。無事ですか？わかりました。待ってください。何っすか？痴漢じゃありませんよ。しっけえな。最短距離を行かせていただきます。
このスフィアシティの中にユリアさんはいます。この中に中央に見える最も高い塔の最上階にある奇跡の間で眠っているはずです。奇跡の間とはどんな傷や怪我も治すことができるという奇跡のような部屋のことです。昔父から奇跡の間の存在を聞かされていた私はユリア様にその部屋の存在をお伝えしました。ユリアがこの中に。この場所が金トークであることを承知されていたユリア様はお供の方も従えずお一人で施設の中に入っていきました。その時のユリアの怪我の具合は？いいとは言えません。傷口からの出血があり歩けるのが不思議なほどの怪我でした。気丈に振る舞っていらっしゃいましたがかなりおつらかったと思います。じゃあ無事に奇跡の間にたどり着いたかどうかもわからないということか。ええ、こんなことしかお伝えできず申し訳ないです。ありがとう、キサナ。え？エデンに来て数日、このスフィアシティという場所がお前や町の住人たちにとってとてつもなく大事な場所であるのが分かった。そんな場所に重傷であるとはいえユリアが入るのを許してくれたこと感謝する。それはある方に頼まれたからです。誰だ？父がかつて仕えていた恩人とも言える方です。半年ほど前その方から手紙をいただいたのです。ユリアという女が町を訪れた時は奇跡の前いざなえと。そうだったのか。誰かなうなら俺もこの中に入ってユリアのことを確かめたい。ユリア様がスフィアシティに入っていた数時間後この扉は閉まりました。おそらく何かしらの装置が作動したためだと思います。扉を開けることはできないのか？残念ですがそれはできません。私にも方法がわからないのです。私が扉が開く様子を見たのは過去に一度しかありません。一度？父が母を殺したあの日に一度だけ。何？父は変わってしまったのです。
スフィアシティの資源を独占するため、邪魔なものを排除していった。そして、それを咎めた母まで殺してしまった。だから、娘の私がエデンを守るため、父を殺したのです。そのようなことが。以来、ユリエさんが入るまで、この扉は開いていたのですが、なぜ閉じたのか、どうしたら開くのか、父以外は知らないのです。そんな辛い過去の話を、すまん。すいません、私たらついあの時のこと思い出しちゃって。おい、ここにいたのかよ、お前ら。どうしましたか、ジャグレ。どうしたかじゃねえよ。相棒の俺を置いてくなんてひどいぜ。重要な話してる時になんで俺を仲間外れにすんだよ。お前はいつ俺の相棒になったんだ。おいおい、ケン、そりゃねえぜ。キサナ、ユリアが塔の一番上にいるかどうか確かめる方法はないか。なんだよおい、ユリアって女はスフィアシティの中にいんのかよ。ああ。塔の中を確かめるには、スフィアシティを覆っている裏山を登り、その山頂から覗き込むほかありません。ちょっと待て。だがよ、あそこには鬼月村があるから無理だろう。なんだそれは。ドーム型の空間であるスフィアシティを覆う大きな山にはな、狂人たちの巣があるんだよ。人呼んで鬼月村。鬼月。この地方では昔から人が突然狂人化する風土病があると伝えられています。一度その病にかかると感染者は人の心を失ってしまう。おや、俺も昔一度襲われたことがあんだよ。奴らは目に入った人間を見境なく襲ってくる。理性のかけらもねえ連中さ。昔その病にかかってしまった感染者はやむなく人里から追放され、いつしか狂人たちがあの裏の山に住むようになったと言われています。山に登ろうとすればそいつらに襲われるんだな。分かった。おいおい、待て待て待て、いくらお前でもあんな山登れるわけねえって。俺は行く。俺は嫌だからな。行くなら一人で行けよ。ジャグレ、あなたケンシロウさんの相棒ではなかったの？え？だからなんだよ。あなたはここ一帯の土地勘には長けているはず。ケンシロウさんを案内してあげてください。おいおい、いくらお前の頼みでも聞ける頼みと聞けねえ頼みってもんが。では友人としてではなく、エデンの統治者としての命令では？ジャグレ衛兵隊長殿。友人。わったよ、行きゃいいんだろ、行きゃ。ご分を。鬼月村を目指せ。じゃあケン、準備ができたらジャンク街にあるお前の車のとこまで来てくれ。急ぐ気持ちもわからないでもねえが、準備は万全にしておけよ。夜まで自分の部屋で休んで、夜の街で用事をこなしたっていいんだ。
じゃあな。わかった。どうしたんですか。はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。